ピアース・ロング・ジュニアは、アメリカ合衆国の政治家。通称、キング・フィッシュ。1893年8月30日に、ルイジアナ州、ウィン・フィールドに誕生する。高校を出た後、旅回りのセールスマンとなり、稼いだ金で、オクラホマ・バプティスト大学に入り、法律を学んだ。弁護士となったが政治に関心を持ち、大企業攻撃で民衆の人気を得た。 1924年にルイジアナ州知事選挙に立候補したが、経験不足のために落選した。その後の4年間を精力的に遊説して回り、巧みな演説で人々の心を掴んで1928年に最年少で当選した。その在任期間中、ハイウェイアスファルト、砂利の道路、11の新しい橋を建設することにより、失業者救済を行ったが、 そのために、州の赤字が10倍となり、また多くの金が収賄、不正、リベートに消えた。議員を買収して、州議会を牛耳り、司法や教員にも影響力を振るった。1929年には、スタンダード石油に重税を課そうとしたために、これに憤慨した会員によって、州知事団外案が提出されたが、買収と脅しで無効にした。1932年からは、 手下のオスカー・ K ・アレンを州知事にさせて影から州を支配し、自らは国政を目指して上院議員に当選した。フランクリン・ルーズベルトを支持したが、十分な感謝を示されなかったためすぐに他元を分かち、富の共有運動と呼ばれる大企業が独占した富を再分配を主張し、支持された。しかし、彼にはあまりに敵が多く、いつも身の回りをボディーガードが固めていた。 暗殺を、いつも警戒していたが彼の最大の性敵で、判事であったベンジャミン・ペイリーを排除するため州法を改正したためか、医師で、ペイリーの女性であったカール・ワイスにより1935年9月8日、バトン・ルージュのルイジアナ州会議児童で銃弾を浴び、2日後の9月10日に死亡し、ワイスもその場で射殺された。ロングの葬儀には10万人に及ぶ支持者が詰めかけた。 この暗殺には謎が多く陰謀説もある。妻のローズ・マコーネル・ロングは夫の死後に上院議員をおよそ1年間務め、息子のラッセル・ロングも同じく上院議員になった。また、実定のアール・ケンプ・ロングもサンド州知事を務めている。民主党所属であり、急進的なポピュリズムで有名であった。1928年から1932年まで、 ルイジアナ州知事を務め、1932年から1935年まで上院議員であった。1932年、アメリカ合衆国大統領選挙では、フランクリン・ルーズベルトの支援者だったが、後に他元を分かち、自らが大統領になることを計画した。1934年には、誰もが王様というスローガンの下に、 世界恐慌のために引き起こされた犯罪と貧困を抑制するために富の共有運動と呼ばれる富の再分配を評価する運動を作り上げた。ロングの社会改革は大きな人気を集めたが独裁の傾向にあることを批判された。ロングの政治生命は暗殺により幕を閉じる。これによりルーズベルトに大統領再選への道が開かれたがこの暗殺がなければ アメリカの第二次世界大戦への方針も大きく変わっていたであろうと言われている。ありがとうございます。